皆さんこんにちは、48期生ピースボール所属久保田彩香です。六甲クイーンズと東海オープンでは準決勝には残れたんですが、準決勝でいいところまで行って最後ダメなパターンが続いているので、新人戦では決勝ラウンドロビーまで残って、優勝決定戦までもつれ込みたいと思います。前は、第1回戦で負けてしまったので、今回は頑張って1位目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。